今の俺と86なら勝てる。プロジェクト D の伝説は俺が作る。交差するならいける。心置きなく。なぜだ、あいつを撃ち落とせないのは。だろう、この死化したやつがバトル相手だってのか。気を抜くな政治、シミュレーション3でいけ。気に入らねえ。俺のエボ4でケツを突っつき回してやるぜ。負けるわけないぜ。軽くひねってやる。ライブ乗っててざっとこんなもんだ。うお、どけやがれ。てめえやりやがったな。ちょろちょろ走りやがって。た少しはスッとしたぜ。なんだと？てめえなんてアウト・オブ・眼球。まさかここまで下手なやつだったとはな。恥ずかしくねえのかよ。おいおい、もったいぶってると終わっちまうぜ。もったいぶってねえで本気を出したらどうなんだ。もう出してるのかもしれねえけどよ。このままぶっちぎってやる。
所詮はガキの遊びのレベルだぜ。レベル低いぜ。このまま行けば俺の勝ちだろうね。フロントタイヤが垂れてきてる。冗談だろ。この俺を抜こうってのか。なぜだ、その速さは何だ。バカ野郎、俺の指示通りならこんな無様な負けはなかったはずだ。この一杯をそのままにするのも目覚めが悪くしょうがない。もう一度赤城へ来い。今度は俺が相手をしてやる。見てみるもんだな。こんなに早く会えるのついてるぜ。俺も強引なやり方になっちまったが悪く思うなよ。頼むぜ。俺の 4AG ターボ、お前は俺の汗と涙の結晶なんだ。もったいぶるなよ。最初から派手なドリフトで頼むぜ。いくら車を運転する技術がすごくてもバトルに勝てるとは限らないぜ。ぼーっとしてるとこうやってぶち抜くぜ。うおより劣っていることは何なんだ。なんてこった。この俺
手も足も出ねえのかよ。微妙な駆け引きもそろそろ終わりにするぜ。もらった。車からほとばしるオーラが俺には見える。シャレになんねえ。コーナーのツッコミが本気でヤバいと思った。俺の体が覚えている。超えてはいけない限界ギリギリの一線をこいつは超えているんだ。さすがにバテたな。そのうち改めて走ってもらうぜ。ねえ、ねえってば。君だよ、君。いわゆる走り屋っていう人なんだよね。よかったらさ、僕とバトルをしてみない？サーキット仕込みのドラテクを見せてあげるよ。の壮行会で鍛えた僕が負けるわけないじゃん。なにあの遅さ、あれで精一杯なのかな。手に汗握る展開だよ。メルの違いを思い知らせてやらなきゃね。悪かったね、早くてさ。ちょっとリードしてるからっていい気にならないでくれる。エンジンの調子が悪いに決まってるよ。こんなはずじゃ。
なんでこんなことに。ダメだ、動揺した。うわ、かっこ悪い。もう見えなくなっちゃった。どうしてこうなった？どうしてこうなった？こんなの嘘だ！実はそんなに おかしいな。ギアのシンクロが調子悪いみたいだ。いや、普段の走行体で激しいアタックをしているからかな。こうしちゃいられないや。早速ショップでメンテしてもらおう。うわ、かっこ悪い。
sweet.